ながらわざわざ起こしに来て差し上げました。なるほど、私の美声がもっと聞きたいようですね。お望み通りにある程度話し続けるので、気が済んだらどうぞ起きてください。おはようございます。私が来て嬉しそうですね。その気持ちわかります。はあ、朝風呂は気持ちが良かったです。お風呂は好きですけれど、困った面もありますね。入るたびに、ただでさえ可愛い私がもっと可愛くなってしまいますから。おはようございます。私、このために早起きして身綺麗にしてきたので、もっと褒めてくださってもいいんですよ。すみませんが、今すぐ起きてください。はあ、まさか寝坊するなんて。よく寝たせいでここに来るのが遅れたばかりか、お肌がさらに綺麗になってしまいました。すみません、起こすのに莫大な時間がかかったせいで、もう昼です。え、私が寝坊？ちょっとよく聞こえませんね。他の人はどんな起こし方をされてるんですか？どうしたら神龍様をなびかせることができるのか。お弁当も涙も効果がなかったので、起こす方法で変化をつけるに思い至りました。考えている間に起きましたね。どうです、起き抜け一番に見る女神のような美貌は。さあ、私になびいてください。自分で言うのもなんですけど、今日考えてきた起こし方は天才的かと。どうぞ、癒される水の音です。わざわざ汲んできたんです。他の起こし係にはない斬新な発想、惚れてしまってもいいんですよ。おはようございます。可愛い上に起こし上手ですみません。ああ、お礼なんて結構ですので。幼少期からモテにモテている私が参りましたよ。本当は分かっているんです。一番モテるのは神龍様、あなただということに。その規模は世界的。そんなの勝てるわけありません。おはようございます。でも、
そんなあなたが魅力的と言ってくださったことは誇りに思います。もっと惚れてもいいんですよ。